ちょっと練習が必要だったけど、まあこんな感じでまたもっぺん毎日挑戦して上手にリズム感保てるようになったらもっぺんあの上げます。それじゃあまあ、 あの2日後は誕生日なんでビールでも飲んで年にまあ3回飲むか飲まないかのビールを飲んでみようか。飲んだところで呼吸が苦しくなってあんまり美味しくないんだけどね。